野の半ライダー星野由美子です。12月に入って、もうオートバイの、乗れる、シーズンがもう終わりになるんですけども、最後にねちょっとやり残したことが一つだけあって、それをちょっと今日はやってみたいと思います。実を言うと、この橋の上で U ターンをしたいなって、もうずっとね今年1年はずっと思ってたんだけど、やっぱなかなかできないんですよ、この、橋の上での U ターンって。理論上はね橋の道路の幅は4メートル以上あるので全然回れるはずなんだけど回れない。なんかねちょっと恐怖心が先立ってしまって、ちょっとそういうんでね、まあ失敗しちゃっているんですけども、まあ、今年最後にね、このボンネビル組んで最後、U ターンをかっこよく決めて、この年を終わりにしたいと思います。はい、橋の上の、U ターンは、ちょっとね失敗に終わってしまいました。もうちょっとでできそうなんですけども、あと50センチ、狭くね、U ターンできるようにならないとちょっと回れないみたいです。でまたね橋の上は、ちょっとやっぱりね恐怖心が、ちょっと先立ってしまうっていうのも、ちょっと成功できない、理由なのかなと思いました。狭く確実に小さく回れるように来年への、課題にして、来年、リベンジしてみたいと思います。ということですので、今年の、オートバイでの、動画は、これで取り納めになります。1年頑張ってくれた、ボンネビル君と、お別れのツーショットをして、終わりたいと思います。はい、それでは、また最後までご視聴ありがとうございました。